はいどうもこみです。さて本日はですねこちらのホームクランのイベント対戦です。AB さんとのですねフレンド対戦、あの JWC で一回当たってるんですけども、まあ最終戦をね AB さんが前にしてまあ練習試合ということでね組まさせてもらいました。でまあ我々も最終戦が終わってるんですが、まだね AB 戦残ってるので、ぜひね最終戦も検討してほしいというふうに思うんですけども、ですね今回その最終戦があったんで公開を少しね遅らせてますということでね、少し前の動画になりますけどもご覧いただければと思います。テーマはですねイエティバットですね。イエティバットの動画見ていきたいというふうに思います。まあいろんなところでねこのイエティバット、まあ、強い強いと、まあ、言われてるんですけども、実はねかなり運用が難しいと思うんですよ。本当に難しいと思う。簡単にやって出ると思わない方がいい戦術なんですけども、まあそれをね今日はどんな風に使っていったらいいのかというところにフォーカスしてみていきたいという風に思います。でまずはですね一般的にはこんな風に、ね、なってしまうんですよっていうねゲティパッドちょっとね見てほしいなと思うんですけども、これですねミッチーさんがアタックしているこのゲティパッドちょっとご覧ください。ちょっと今回ね前回ではないのから入っていきたいという風に思います。イエティパッドって簡単に言うとですね、範囲攻撃の施設ありますよね。例えばこういう投石機だったりとか、まあ、ウィズと、あとはまあ、タウンホールもそうですね。あと、マルチインフェルノタワーかな。この辺っていうのを、ヒーロープラスイエティでがっつり削っていきます。で、ここにですね、使う呪文っていうのは、なるべく少なくして、コウモリの呪文、今回5個持っていってますよね。この5個のコウモリを、まあ、基本にしながら数はまあ、微調整しつつ、これプラスフリーズでがっつりですね、外周の、施設を削っていく、まあ、そんな戦法ですね。今回の、ミッチーさんがプランしているのはこの辺ざっくりですね、イエティで削っていきますね、ガツンと。で残った、ここの部分、この外周部分っていうのを、コウモリで潰していくというねイメージを持ってるなという感じで攻めてますけども、さあどうかというところですね、見ていきましょう。まずはグランドボデのオデヒーでサイドカットですね。これは結構、このイエティバットやる場合には定石になります。まあ、後ほど2本目以降で、前回取るためのポイントっていうところをまあ詳しく説明していこうと思うんですけども、基本的には、グランドオーデンのオデヒーから、イエティ、ヒーロー、あとウォールブレーカー一気に出していって、最初のタウンホール区画までユニットを進めていくという形になります。で、その後ですね、ヒーローたちがある程度中心部分壊してくれて、範囲攻撃を潰した上で、コウモリ回していくという形になるんですけども、今回ですね、イエティたちが結構中心の壁に捕まっちゃってますね。多分これ、どうだったんだろうな。もしかしたらこの2層目の壁のとこまでウォールブレイカーの破壊で見てたのかもしんないですけどね。まあまあ、それも別にできなくはないんですよ。この攻め方のセオリーからすると。で、まあその辺もまあ後半部分というかね、この動画の後半部分で説明していきたいんですけども、この後ですね、イエティが出てきます。コウモリが出てきますね。カナダ30方面注目していきましょう。この投石機と、ウィズトが残っちゃいましたね。で、こいつらを油断してると一気にこうやられるわけですね。フリーズかけましたけども、投石の一発を食らっちゃったんで、コウモリがほぼ、最初出した分が落っこっちゃって、さらにウィズトでのフリーズも遅れてしまったということで、まあ、こんな風になってしまいます。このウィズトのターゲットはおそらくこのロイヤルチャンピオン、これもやられちゃってますけども、こいつで取るつもりでいたんでしょう。だから、フリーズが一瞬ね、ちょっと遅れてしまったっていう、まあ、計算外があったと思うんですけども、こういうですね、計算外が普通に起こるんですね、この戦術って。で、コウモリを使う戦術っていうのは、特に後出しのコウモリの場合って、本当にプレイヤースキルが求められるっていうのがあって、フリーズをかけるタイミング、あとは、今だったらロイヤルチャンピオンで、ウィズトのターゲットを取るタイミング、ここタイミング、タイミングをすんごく求められるんですね。なんで、そう簡単に使えないよという、まあ、理屈はそこにあります。まあ、なんですけども、使えるようになれば当然強いし、そのためのね、まずは定石と言われるような、攻めの組み立て方をね、2本目以降の動画でよく見ていきたいというふうに思いますので、さあ、ここから、前回3連発いきたいと思います。さっきのね、ミッチーさんの前回もこれから見ていきたいと思いますので、まずはこれいきましょう。ポポロさんがね、攻められ側ですね、受け手側になってますけども、パンセッタさん、このパンセッタさんがね、この戦術かなり極めてるんですね、うまいんで、どんな風に攻めるのかちょっと本人にも聞いてみました。で、
ですね、形としてはまず村の見極め方から入ります。で、シングルインフェルノがなるべく多めがいいですね。できれば1本マルチぐらいが、まあ、許容範囲だそうです。まあ、2本マルチはちょっときついかなって感じですね。で、まず見るべきは投石機の位置を見るということなんですね。投石機は当然ながら、イエティでなるべく焦がしていきたいので、まあ、こいつを巻き込める位置からイエティを出したい。で、投石機プラスウィズ島とか、あとはまあインフェルノがマルチだった場合にはマルチインフェルノ、つまり範囲攻撃施設が、どこにあるかを見るんですね。じゃあ、まあ目印をつけていきましょうか。投石機、投石機、あとはウィズ島、まあ、こんな感じですね。はい。で、当然ながらタウンホールも見ていきます。まあ、でもタウンホールはね、突撃艦をこう当てていくんで、まあ、そんなにケアはしなくてもいいのかもしれないですね。まあ、そういうふうに考えていくと、まあ、この辺かな。ここの施設が、まあ、ターゲットになってくるということですね。そうしたときに、まあ、見るべきはこの辺。ガスッとイエティたちを削りたいですよね。そこを狙って、おでひイエティパートを展開していきます。で、ちょっとね、ところどころ止めながらね、ポイントを話していきましょうか。まずは、入りの見極め方。投石機を中心としたマルチ範囲攻撃施設が、固まっていそうな面を狙っていくということですね。当然ながらシングルインフェルノ3本ないしは、マルチが1本だけっていうところを村を狙っていくのが、まあ、ベターですね。おでひでカットをするんですが、このポイントは呪文を基本使わないようにすることです。もうね、おでひに呪文使っちゃうと、コウモリとかね、その後のイエティパートに回す呪文がなくなるので、基本はやらないようにするというのが、ベターですね。で、今回のケースで言えば、クロスボウの範囲におでんが入、まあ、グランドおでんが入らずに、このマルチ施設1個、ウィズ島を叩けると、まあ、いうのが利点ですね。なんで、まあ、ここから狙ったんだろうというふうに思います。イエティたちはこの、ウィズ島をターゲットにして、一気に中に入れていくと。いう格好ですね。バーバリアンキングで、まずはサイドをしっかりカットしていきながら、サイドをカットっていうか、まあ、家でたちが、単地方面に寄り道をしないようにですね、中にこう向かうように、まあ、収束していくっていうところですね。で、ここがポイントです。さあ、今一気にユニットが出てきましたよね。これもうこの時点で、グランドオーディン先に出してますから、イエティ、ボーラー、あとは、キング、クイーン、さらに、ウォールブレイカーまでこんな感じで、出してちゃうんですね、一気に。で、突撃艦も出してきました。はい。ここで見てください。この手持ちのイートほとんどもう全部出してますよね。これがすごいポイントです。で、しかもおまけにグランドオーデンのエナジーサークル、まあ、つまりトームの範囲内に全部入ってるわけですね。こうすることによって何が起こるかっていうと、ちょっとこれね、ゆっくり見ていきましょうか。トームをかけますよね。で、トームかかってるんで、罠があろうが何しようが関係ないので、奥目、深めにレージをかけますね。巨爆が来ましたが、問題なくウォールブレイカーが1層目の影を開けます。さらに2層目の壁にウォールブレイカーが迫っていって、2層目の壁も開けました。で、おまけにトームがかかってる突撃艦がそのまま一気にタウンホールに突っ込んでいって、中から出てくるのはレイジにかかったイエティとスーパー、スニークゴブリって格好ですね。はい。まあ、こんな風にしていくらしいです。らしいですっていうのは、まあ、パンデータさんがすごいね、この攻め得意としてるんで、まあ、どんな風に攻めるのっていう風に聞いてみたんですけども、こんな形でですね、一気にユニットを全部出して、初手トームで一気にトームの中にかけていくと。で、トームをかかってる間に、まあ、当然イーグルの着弾もね、一発無効化できますし、入りのところの、小爆弾とか巨爆を全部回避できちゃうんですね。ウォールブレイカーがやられずに一気にレイジウォールブレイカーの形になって、突っ込んでいけると。いうことで壁を開けて、そこにイエティたちがこう流れ込んでいく。まあ、そんなようなね、ルートを作る仕事もウォールブレーカーにしっかりさせるための早めのトームということですね。まあ、そんな感じらしいですね。まあ、結構ね、言うは易し、やればがたしだと思うんですけども。で、ある程度こう中心部分を削れて、イエティたちにもやることないなという状態になったら、で、これがポイントです。やることないなって状態になるのを待つんですね。で、ある程度イエティたちがその後の惰性で、こういうウィストとかをね、ほっといても壊してくれそうなところは壊してもらってからコウモリ出すのがポイントです。で、そうなってきたらコウモリを出すんですけども、ウィズ島が初手でこうあったりする場合には、まあ、ロイヤルチャンピオン当ててもいいんですが、なかなかね、それやるとターゲットが外れちゃったりする場合があります。なので、ウィズ島からスタートさせたいっていう場合には、なるべくですね、フリーズをかけてウィズ島を凍らせて、その真上からね、コウモリを撃っていくと、コウモリたちが、ウィズ島に焼かれずにそのまま破壊してくれるんで、美味しいですね。で、あとは最終区画までコウモリが生き残ってさえくれれば、こんな形でシングルインフェルノがあろうと何があろうとそのままコウモリが、押し切ってくれますので、アーチャークイーンも延命してますよね。イエティたちもここにちゃんと3体かな、生き残っていると
でロイヤルチャンピオン、盾を投げてそのまま回収タイムに入ってきますね。まあ、ちょっとヒーローが2体いたんで、これは怖いっちゃまあ怖いんですけども、まあ、そこに関してはもうコウモリが、ね、いい仕事をしてくれて、最終、掃除まで終えてくれると、まあ、いうことですね。スニークゴブリン2体持ってってます。これはまあ掃除用ですね。この前の動画でも出しましたけども、前回取れるね、こういう場面で時間切れっていうのが一番悔しいですから、まあ掃除用のユニットっていうのは必ず持っていく方がいいと思います。で、今回パンテタさんしっかりね、ここにスニークゴブリン出していって、こんな感じですね。はい、これで回収を終えて、あとは全回道まっしぐらという形になっていきます。はい、まあ綺麗ですね。美しく撮っていくなっていう感じなんですけども、まあまあ、こんな形でですね、もう一本パンテタさんのアタック見ていきたいと思います。このロジックに沿ってます。で、ちょっとね、ほんと冒頭言えばよかったんですけども、この、イエティバットって、ガクさんがね、結構、レジェンドで使っていて動画を出してますね。これを見るのが、このね、なんだ、イエティバットの数いっぱい見たいんだったら本当おすすめです。で、ガクさんって見ての通りですね、これ、はい、ガクさんですね。上3つ全部独占しますね、このタイミングで。すげえ、開けちゃった。すげえな、この、ま、わかりますよね。このね、これだけ上を独占するガクさんが、レジェンドでATバットを使ってる動画が山ほどあるっていうことは、ガクさんの、YouTube チャンネルに行けば、すげえハイレベルなこのATバットが見えるわけなんですね。なので、まあ僕が今ね、説明したこの、考え方に非常に多分近いというよりも、パンテタさん多分これを見、このガクさんの攻めを見て学んだと思うので、言語化したね、まあ僕のこの解説をちょっと頭に入れてもらいながら、ガクさんの動画見まくるっていうのが、おそらく、ですね、かなり、上達の近道になるんじゃないかなと思います。まあユタさんも言ってましたけども、同じ編成でね、自分が攻めるんだったらどういう風に攻めるんだろうなってイメージをしながらリプレイ見るのがすごい大事らしいので、ガクさんのね、リプレイ見るときにはそんな風にね、まあ自分ならどういう風に出すかなとかね、いうことを考えながら見てもらうと、まあ効果的かなという風に思います。で、これもそうですね。パンテタさんどういう風にこれ攻めるかっていうと、まあ攻め方の基本的な流れはさっきと同じなんで、それを前提にちょっと見ながらね、自分ならどっから何出すかなって考えてみてほしいなという風に思うんですが、これですね、マルチインフェルノがここに一本あるんですね。で、これがすごく嫌ですよね。だからこいつをしっかりと、グランドウォーデンのオデヒーパートでも処理しちゃうっていうことですね。さっきも言いましたけども、これ、ちょっと攻撃力が高めな、クロスボウなんかが遠くにありますんで、レイジを使わずにこのね、マルチインフェルノまでグランドウォーデンのこの攻撃を届けることができるという意味で、まあ、すごいですね。これは、メリットがあるというかね、アドバンテージが取りやすい配置なのかなというふうに思います。で、このままですね、グランドウォーデンでこのマルチインフェルノを壊し終わってからイエティパートを早速スタートしていくんですけども、どっから出していくかっていうともうわかりますね。投石機あるんで、ここなんですね。まあ、もうわかりますねっていうほど簡単ではないかもしれないですけど、これは出していきます。で、全部出して、そのまま一気に、ウォールブレーカー、レイジウォールブレーカーの形で2層の壁開けをさせて、中にイエティを流し込んでいくという形ですね。後ろからバルーンも出しているので、周辺の防衛施設はバルーンがさらに投げ倒してくれるという形ですね。このバルーンってなくてもいいのかな？まあ、結構ね、使ってるパターンが多いんですけども、おそらく、こんな風に後から出す突撃艦のね、が、その黒風船、ホーミング爆弾を回収しないように、事前にバルーンを出してるんじゃないかなという風に思います。こんな感じですね。で、このまあターンホールまで一気に突撃艦を届けていって、ギリギリですけどね、届いたところに、レイジを撃って、さらに、スニークゴブリンによるターンホール破壊を進めつつ、イエティのミニイエティでね、周りの防衛も壊していくという感じですね。やることがある程度終わって、もう配合技術をこれ以上壊せないというところになったら、コウモリをスタートですね。フリーズ3発残っている状態なので、これをふんだんに使って、範囲攻撃を止めていきます。ただ、このね、実はクロスボウも結構ね、嫌なんですよ。すごいスピードでコウモリを倒していくので、これでナイス判断ですよね。クロスボウにフリーズをかけることによって、そのクロスボウを処理するまでにコウモリがたくさんやられちゃうというね、ことをない、リスクがないようにしてると。いう形ですね。ちょっとね、この最後のフリーズ少し早かったんで、このビットが溶けちゃって、まあ、ここでコウモリが落とされちゃうんですが、まあまあ、ほぼほぼ、ケースは削り切ってるんで、まあ大丈夫っていうところですね。まあ、この形を作るとですね、当然ながら中央に入ったイエティたちも、防衛からのダメージを受けにくいので、最終区画までこう生き残ることができちゃうんですね。そうなると、コウモリが途中でまあ多少落とされたとしても、あとはイエティだったり、まあ、クイーンだったり、今回残ってますけども、こういったユニットたちがサポートして、最後の仕上げをしてくれるということになるので、まあ、そういったね、相乗効果も期待できます。まあ、待っ
ておいてウィズドなんかを壊してから出すっていうのもいいんですけども、慣れてきた場合にはね、こんな風に少し早めにコウモリを出すことによって中心に入ったイエティを残すなんていうねテクニックも使えるかもしれませんが、まああくまで慣れてきてからのがいいと思います。僕もねこれ何度か使ってみたんですけども、結構ねやっぱタイミングが難しくていろんなミスをたくさんしちゃうんですね。まあ、1本目見てもらったミッチーさんのアタックっていうのは本当他人事ではなくてもう誰しもやるし、私自身も何度もやったっていう苦い経験があるのでね、まあ、そこに関してはやっぱ練習をね積んでもらうっていうのがいいのかなというふうに思います。慣れてきてからいろんなね、出すタイミングの調整なんかをするっていうのがまあありかなっていう気がしますね。はい、で最後ですね、ミッチーさんが撮ったこれも見てみましょう。これ多分自分の配置ですよね、このミッチーさんが撮ってるのって。ミッチーさん自身がこの配置を撮って、今ちょっと私自身を見てて面白かったんですけども、自分が使ってる多分これテンプレ配置ですね、よく見かける配置なんですけども、これね実はまあ、この ET バッドの説明にも使えるんですが、そもそもねこの、3時6時面だ、ここの面から、ここの面からEAT、まあ、パートですね、これを始めることによってめちゃくちゃ EAT が伸びるってこともねちょっとねこれ見てて分かりました。すげえ EAT が伸びるなっていうことがねちょっと分かって面白かったんですけども、まあ、この配置見かけた時はねどうしてもねこっちの攻撃隊ここですよね、これもね処理したくなっちゃうんですよ序盤に。で、それを処理しきれなくてやられちゃうっていうパターンがよくある、まあそんなね、引っ掛け配置になってるんですけども、この逆側から攻めるっていうのはまあリスクはあるんですよ、やっぱここがね壊しにくいんで。ただこのミキさんの方法って実はこのリスクヘッジもできていてすごくねいいにかなった方法なんで、まあ、この同じ配信見つけたらね、まあ、一つのテンプレ攻略としてまあこのやり方を見てもらって使ってもらってもいいかもしれないですね。星には結構硬いと思います。レイジボールブレーカーでこれも2層開けしますね、ここまで開けていきましたね、すごい。で2層開いてるんでもうどん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 イーティーたちが進んでいきます。で後ろからレイジヒーラーの格好になってイーティーを回復してるんでイーティーたちがなかなか落とされないですよね。で突撃艦ではなくてここウォールバスターを出してですね、これがね意外といいんですよ。なんでかっていうと、これですね、ウォールバスター今体力すげえ減ってますよね。これなんで減ってるかっていうと当然ダメージ食らったから減ってるんですけど、この分のダメージがイエティに入らずにウォールバスターに入ってるって思ったら結構でかいと思いませんか。これ合理的ですよね。こんな形で、突撃艦 を投げることによって、タウンホールまでなるべくスピーディーに届けて、こういうね、まあ、タウンホールがイエティとかこう打っちゃってますけど、こういうことをなくすってことができるんですが、逆に、突撃艦だと落とされてしまってね、途中で、ホールまでたどり着けないなんていうケースもあったりします。その点、まあウォールバスターを入れると結構な確率で、ホールまではほぼ確率にこう届いてくれるので、そんな意味でもね、ウォールバスターを使うっていうオプションも全然ありですね。で、今ちょっと話がそれましたけども、そんな形でウォールバスターを使ってここ突破していって、タウンホールを落とします。で、この後ですね、ちょっとね、なかなかね、びっくりするぐらい伸びるんですね、この残ったイエティとヒーローパートが。もうね、どうやら、コウモリ使わなくてもなんか、勝負ありなんじゃないかなっていうぐらいいい仕事をしてくれるんですけども、これですね、12時側、アーチャークイーンがもう、イーグル1本、いや、マルチインフェルノ1本と、投石機、すいません、思いっきりなんか頭が混乱した、を投げ倒してくれたんで、もう、ここにね、残った、投石と、あとマルチインフェルノに、ふんだんにフリーズをかけながら、もう、コウモリのタイミング、大群がもう止まるところがないですよね。っていう形で最後まで押し切っちゃうっていうことができちゃいますね。この攻め方、もしかしたらこの村のテンプレ攻略としていけるのかもしれないですね。ちょっと今、改めてこう見てて思ったんですけど、まあ、星2を必ず取れるような、その確実さがありながら、かつ、全開を結構な確率で狙えそうな感じがするんで、これを覚えておいてもいいと思うし、まあ今のね、パターンっていうのは、2つですね、お話ししたかったところがあって、1つは、必ずしも突撃艦も使わなくてもいいよっていうところですね。だったり、マルチインフェルノが2本あっても、まあ、こんな風にね、最終的に、イエティだったりヒーローパートでその一部が処理できてしまうんだったら、まあ、使えないこともないということですね。まあ、ただ、まあ、慣れないうちにマルチインフェルノ2本の村にこの攻めをするのは、得策ではないかもしれないので、まあ、どちらかというと、この最後の1本は、このタウンホール処理ですね。まあ、ここ突撃艦を当てると結構距離が長いんですよね。こんな感じで。ここからね、ガーっていかなきゃいけないし、おまけに、それやろうと思うと、ここにね、安いパーが2個あるんで、すごくね、突撃艦を投げていきづらいんですよね。で、こういうような突撃艦使いにくい、明らかに使いにくい場合には、まあ、ウォールバスターを使っていくっていう方法があると。まあ、いう点をね、今回のこの、ミキさんのアタックでは、参考にしてもらったらいいのかなというふうに思います。で、最後ですね、もう一回プランニングのところをまとめていくと、
序盤っていうのはグランドオーデンのお出来で、サイドカットメインです。あんまりね、奥までね、欲張って狙わない方がいいですね。狙ってしまってレイジ一発使わされるってなると結構これね、後のイエティパーツに響いてくるんで、レイジ使わずにグランドオーデンのお出来で削れるところまで削っていく。で、その時に、まあ、ウィズトーだったりとか、マルチインフェルノを巻き込めたら、まあ、ラッキーということですね。んで、その後にはイエティと、あとボーラー、さらには、バーバリアンキング、クイーン、ウォールブレイカーまで、一気に出すね。順番結構大事です。EAT でしっかり、防衛のターゲットを取ってから、後ろからボーラー、キング、クイーンを出して、さらにウォールブレイカー。この順番ですね。で、ウォールブレイカーがやられないようにしっかりトームをかけながら、奥目にレイジを打つと。うん。このね、まあ、この辺の、一気に出してレイジトーム。で、ウォールブレイカーを、守りながら進めていく。まあ、このね、考え方っていうのを、ね、序盤できるかどうかが、まずこのね、攻めを成功させる一つのポイントかと思います。で、村選びのコツは、マルチインフェルノが最下、でも1本ぐらいの村を選ぶのがまあいいというところですね。それを参考にしてやってもらえたらいいかなというふうに思います。はい、というところでですね、最後ちょっとまとめと言いながら少し話が複雑というか頭に入りきらないような話になったかもしれないですけども、まあね、これ結構やることが序盤多いので、まあ2回ぐらいこの動画もし見てもらえるんだったら見てもらってですね、あとはガクさんの動画とかを見ながら、イメージを掴んで見てもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、そして今後もご視聴どうぞよろしくお願いいたします。ぜひね、関西クラクラクラブにも遊びに来てもらえたら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。